はい、おはようございます。今外苑前です。東京もね、雪で真っ白です。これからね、栃木に、コンサルティング研修しに行ってきます。はい、今北千住に到着しました。遅れてるみたいですけど、なんか電車に乗れそうです。はい、栃木駅到着です。寒い。おお、夕暮れが結構綺麗じゃない。今日はね、こちらの、角屋さんっていうビジネスホテルに泊まります。今ね、1日目の研修が終わりました。急遽泊まることに。スーパー銭湯を発見して、今ねタクシーで10分ぐらい走ってきました。ラッキー。はい、一人スーパー銭湯終わりました。これからね、今タクシー来てくれることになったんで、ホテルの方に戻りたいと思います。でもね、今回ね、この出張で初めてしたんですけれど、地方はタクシーが流しがないっていうことを初めて知りました。全部呼ぶっていうね。しかも迎車料金がかかんないって初めて知りました。いや、しかしね、寒い。はい、おはようございます。栃木の朝です。今日はね、ものすごい天気いいです。雲一つないですね。もう雪も、まあ、ほとんど溶けてます。昨日はね、誰にどんなものを売るのかっていうね、ターゲット設定のそういう話を、半日間させてもらって、今日はね、 Google Analytics 分析ツールですね、インターネットホームページの中で何が起こってるかね、そこら辺をしっかり見極めて、戦略を作っていくっていう、まあ、今日はそういう研修になってます。ホテル角屋さんもね、とってもいいホテルでした。フロントのおばちゃんがね、とってもユニークないい感じの人、Google マップでね探して見つけていったんですけれど、料金5000円ぐらい で書き込みいっぱい書いてあったんですよ。フロントのおばちゃんがとってもいい人って、その通りでした。よかった。いや、本当にいい天気です。なんかね、空気がシュンとしてて気持ちがいいですね。栃木、この道をまっすぐ行くと宇都宮の方行くんですね。これね、今栃木駅が向こうの奥の方です。で、直線ずっと、天気がいいのでね、今ちょっと歩いて、移動してきてるんですけれど、昨日ね、スーパー銭湯をタクシーで行くときに大好きなスターバックスがあるというのを発見したので、そこまで今歩いていってます。ほら、ありました、このスターバックス。なんかちょっと素敵な感じでしょ。なんかこの表面とかもね、古民家をこうやってちょっと素敵な感じにしてるお店が、雰囲気いいっすね。あそこかな、西川越だっけ、川越だっけ、こういうストリートがありますよね。今日はね、ここで午前中ちょっと仕事をしてみたいと思います。急に乗って、帰りたいと思います。やべ、超寒いです。
い、ということで表参道到着しました。帰ります。また、次の動画でお会いしましょう。さよなら。